皆さん、こんにちは、リットです。今回ですね、今期の中でも超人気の続編タイトル、こちら付近、メイドインアビス、烈日の黄金鏡、アビス2期ですね。こちらの感想動画というので、今回は、3話までですね、見させていただいた正直な感想、一切忖度ない感想を、いつも私たちの前足でコメント欄ありで話していきたいと思います。ということで、どうです、アビスね。僕自身まだ感想動画ね、実はまだ、これ、ようやく1本目というか、アビスに関してはっていうところなんですけれども、まあ、1話の際は、まあ、かなり厳しい評価を僕自身してて、実は、週刊アニメランキングって毎週僕自身ランキングやってるんですけど、実は、トップ20にも入れなかったんですね、この作品で。なんで入ってないんだっていう声の、まあ、一番おもろいっていう声もあったぐらいだったんで、1話に関してもね。っていうところで、僕自身は厳しい評価をしてたんですけれども、まあ、この度3話まで見させていただいて、ぶっちゃけどうだったかというところで、まずネタバレなしの感想、結論から入っていきたいと思います。で、まあ僕自身1話の際話してたこうとしては、まあ、動画上げてないんで、まあ、ちょっとここ軽く先に言っておくんですけど、まあ、時系列、まあ、構成の分かりづらさ、まあ、正直僕ちょっと話が、どういうことって、まあ、結構ね、過去回想と現在のストーリーを、まあ、平行みたいな感じで進んでいくんですね、1話っていうのは。ちょっと話が分かりづらいんじゃないかな、っていうとこと、まあ、ちょっと強烈だったんですね、まあ、ね、グロいシーン、この先、まあ、見どころでもあるし、まあ、ちょっと見れない人もいるんじゃないかな、っていうところとか、倫理観いろいろぶっ壊れたりっていうのが、ほんとすごくうまく面白さに繋がってる作品なんですけれども、排泄シーンとかね、応答シーンとか、まあ、なかなかちょっと、ここまでやんのかみたいなのが、僕は、ほわっと思ってたんです、1話は。という中で3話。まで見た感想ですね。まずネタバレなしの感想、結論からということで入っていきたいと思います。ということで、正直、今のところどう思ってるかって言いますと、ネタバレなしの感想、結論としましては、やべえっすね。ガチでやべえっす。おもろいです。今回の話はね、正直ちょっと情報量がもうめちゃくちゃ多かった。3話に関しては。まあ、これ1話見ただけで理解しきれる人はいないんじゃないかなぐらいなんだけれども、本当にえげつないシーンがやっぱあって、でもやっぱこれがおもろいというか、おもろいって言ったらなんか僕もサイコパスみたいな感じ、ちょっと難しいんですけど。でもやっぱね、構成面がね、うならされました。1話でようわからんなと思ってたのが、2話の引きでそもそも1話とちょっと繋がってくるところがあって、3話でまた来るんですけど、あ、1話このためにあったのか、1話の構成、これ、正解やったんやないかというふうに、ちょっと正解で言い方良くなかったので、すいません。ちょっと上からな感じになってしまいましたが、本当1話からこの3話で見た時のこの1話のあり方、僕はその、もともと批判的な意見を持ってた1話も、あ、このための1話だったのか、みたいなのを思って、すごいめちゃくちゃ面白く見えてきたなっていうのが、まあ、正直なところでしたし、まあ、さすがの描写というかアビスの真骨頂みたいなのは、まあ、かなり出てた3話だったのかなって思って、まあ、その構成面のうまさ、でなんか原作だとここはなんか正直なんかちょっとグダってるとかなんか不評だったりもするみたいなんですけれども、なんかそのアニメの落とし込み方が本当にうまいんですよね。構成面のうまさでもうワクワクが止まらんというか、ワクなんかサイコパスみたいなこれサイコパスではありませんよ、私。いや、でも本当面白くて、まあ、先ももちろん気になるし、一つ一つの描写もそうだし、で今回に関してはめちゃくちゃ重要回ですよね。また見返そうと思ってるんですけれども、そこの中で、なんかすごいね、本当構成とかアニメの落とし込み方のうまさっていうのを感じまして、うならされたなっていうのが、今回の3話でした。で、なんか、1話の時、僕はその厳しい評価を知った時、なんか、なんでそう思ったのかなっていうのを考えてた時に、まあ、構成面に関してはね、結果として、まあ、2話、3話で見てよかったと。で、まあ、オートシーンとかその排泄のシーンでやりすぎないんじゃないかと思ったんですけど、まあ、正直なこと言えば、今思えば、慣れてなかっただけなんじゃないかな。久しぶりに見たからね、このアビスの衝撃に私、まあ、ついてきなかったかもしれない、頭が。っていうのは正直今思ってるところなので、まあ、そんだけやっぱね、ちょっと、えぐいです。まあ、最近ってアニメ本当にグロ規制がね、なくなってきたっていう印象はあって、なんかどんどんえぐいシーンもね、進撃の巨人でもなんか首を吹っ飛ぶシーンとかやってましたから、まあ、なんかそういう面ではなんか結構ね、そういう規制は緩まってるのかもしれないけど、やっぱアビスのなんかエグさっていうのはとんでもなくて、本当倫理観壊れてしまいそうな、ね、やっぱシーンが結構あるんですよね。っていう、まあ、映画やばかった、本当に。っていうところで、まあ、そこにちょっとまだ僕慣れてなかったのかなって正直今してて。でもその、今こう3話まで見ると、1話のこれがものすごい生きてきた、やっぱ1話もおもろかったなっていうふうになんかなってるし、まあ重要だったなっていうすごい、1話のやり方はもう、これはもう間違いなかったんじゃないかなっていうのを今思ってるとこですね。
いや、そうそう。で、アニメね、この先2期なんですけど、1期の間映画あるんで、これ意外となんかね、知らない方いらっしゃるみたいで結構。うん。アニメ1期、映画見ると多分内容わかるので、3期の話がね。てか、うん、すごい重要なとこを映画でやってるんで、まあ、ぜひね、気になった方映画も見ていただけたらなと思います。まあ、最後ともやってましたよね。というところで。で、そうか、オープニングとかめちゃくちゃいいですね。オープニングやばいね。超いいね。映像もそうだし、歌もすごいいいなと思ってて。で、作画やっぱさすがですね。制作会社キネマシトラスっていうところで、まあ一期の時ってね、同じ制作会社で、まあ盾の勇者の成り上がりもやってて、盾の勇者の成り上がりが、まあ共同制作だからあれなんだけれども、まあ仲良くなかったんですわ、盾の勇者ね。まあ話も脆くないってことで、ものすごく叩かれたし、僕自身もまあかなり批判してたんですけれども、まあ、なんかね、アビスのために温存してんじゃないかみたいな意見出てたんですけど、まあそうなんじゃね、正直っていうのが。ぐらいやっぱ作画ね、さすがですし、まあ演出面とかの相変わらずめちゃくちゃうまいなっていうのは思いましたね。うん、アビスはやっぱ絶対見といてほしいけど、まあ多分見れない人は見れないと思うんで、これはやっぱね、うん、そんな強烈な作品ではあると思うんですけど、ほんとうまく面白くしてるし、アニメのうまさみたいなのもね、すごい感じたのが、今回の3話だったかなというのを思いました。はい。ということで、ネタバラシの感想を以上としましたね。これはありの感想ということで、入っていきたいと思います。もうこの作品に関しては本当なんかもう、すごい一見ね、なんかそういうキャラ可愛い、あ、ななちかわいいとね、あ、りゅうちゃんかわいいとなんて、なんかすごいなんかその、なんか、なんていうの、ハートフルっぽいなんかね、あったかい世界っぽいんだけど、本当にえげつない様子したしかないんで、まあ、ここは本当ね、うまく面白さに繋がってるすげえなって改めて思いつつ、で、まあ今回本当重要な回だったと思うんですけど、また見返して、また理解も深めつつね、まあ話、まあ、どんどん気になるところも出てきてますね。ここを今後とも楽しみに見ていきたいなというところでございます。ということで、ネタバラシの感想を以上しまして、これではありの感想で入っていきたいと思います。ネタバラにね、ぜひ、アビス2期3話で見ていただいたところから見ていただけますと幸いです。ということで、ネタバラリの感想入っていきたいと思います。まあ、特にやっぱ3話の感想をですね、ネタバラリで話していきたいかなというところなんですけど、いや、今回やばくなかった。前回も前回でなんかエグかったなっていう印象ですけどもね。いや今回メイニアとかマジでなんか殺されちまってもう悲鳴上げちゃいました。うわーってなっちゃって。もうなんかさ、それでなんか対価を支払わなきゃいけないって、なんかそのメイニアを殺そうとした子がなんかもう全部奪われて、なんかもう引きちぎられてましたけど、やばみたいな、村のルールえげつなみたいな、なんかあそこのなんか起きてみたいな、なんかやばかったっすね。なんかもう見てて。でまあ、1話でね、その角階層と、ね、角階層とメインの話がこう平行みたいな感じで描かれてた中で、2話はまたメインの話に戻って、ほんと前回はまあそもそも面白いな、めちゃくちゃ面白いなと思ってたましたし、まあ、最終的にやっぱね、こうどんどん面白くなるんだろうなっていうのは、もうその1話の時点でもそもそも別に思ってたことだったんですけどね、それが本当その通りになってきた、まあ、今回に関してもほんとエグいシーンもあったし、で、慣れ果ての話とかもね、結果としてあれは慣れ果てになることを選んだみたいな感じですよね、あそこにいるキャラたちは。うん、っていう話が今回あったと思うんですけれども、でも結構やっぱね、なんかすごい重要なこといろいろ話してたんですけど、本当やっぱ情報量が多かったんですよ。まだそれだけしきれてないかもあるかなっていうのはありましたけれども、あとね、相変わらずなんかのご飯のなんかえげつなさとかやばくなかった、あれ、それ腹壊すやろみたいなね。で、まあ最後はナプタ姫でしたっけ、まあ多分最後のね、1話の出てきたキャラが多分また今回出てきてるんだと思うんですけど、各階層とこう繋がっていくシーンがやっぱおもろいなと思ってて、で、ナレハットとかに関してもやっぱまた誰かなんじゃないかな。で、なんか匂いでしたっけ、なんか残ってて器が欲しいみたいな感じで、器は今ね、あそこになんか入ってるんだ、仮の姿みたいな感じの話もあったと思うんですけれども、いやでも本当なんかめちゃ重要回だったし、まだまあ見返しつつ理解を深める、より楽しめるのかな。まだ理解わかんない、深めてなくてもどのみちね、多分、描写的なエグさとか、そこになんかある可愛さとかね。一夜もなんか意味わからないよね、やってることがえげつなすぎて。っていうところなんですけれども、でも本当そこがうまく面白さに繋がってる作品だし、各回数のものに繋がってる、また一夜とかもちょっと見返しつつね、理解を深めて、より楽しんでいけたなと。いうとこですし、なんかどんなふうに繋がっていくのか、でどうやってどんどん冒険が進んでいくにつれて、多分やばいのがどんどん出てくると思うんで、まあその辺も楽しみつつ、サキさんでもマジすごいね、もうやばいです。どうやったらこの作品作れるんだって感じなんだけど、それに対するやっぱスタッフ制作陣さんのやっぱね、ここのうまさがやっぱそういう光ってて、よりなんかこう面白くしてるんですよね、間違いなくね、構成面のうまさも感じたし、オープニングとも間違いない今季トップクラスですね。っていうのは思ったので、ほんと今後ともね、すごい楽しみに見ていきたいし、アビスにはね、富田さんっていうね、もう何でもやってくれる素晴らしい声優さんがいるので、まあ、マスクのゲリシーンもやってくれるというかね、もう何でもやってくれるということでね、まあ、そこの辺でもう本当に放送の壁はないと、もう言っていいかもしれない、言っていい
ではないかなと思うね。今後とも大いに、楽しみに見ていきたいなと思いますね、これから見るよっていうのはちょっと覚悟を決めて見ていただけたらというところでございます。はい、ということで、メイドインアビスに聞き3話で見た正直な感想や、感想は以上となります。今後もご視聴いただきありがとうございました。また皆さん見られたらぜひね、感想のコメントの方を教えていただけますと大変嬉しいですし、アビスに意見に関してもまたちょっとえげつね、とんでもない回とか来たなんか動画とかもね、あげようと思ってます。それはね、まあ、今期夏アニメどんどんね、感想とかランキング動画いろんな情報ね、あげてますんで、また漫画とか並べか映画の感想とかもあげたりしてますんで、ね、ぜひこれ機にチャンネル登録高評価の方してますと大変嬉しいですということで、今回の動画は締めたいと思います。そうですね、ここまで見てくださった皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。